こんにちは。佐渡海上保安署マッスルの一野です。桑原です。今回は佐渡ライフセービングクラブの皆さんにご協力いただき、遊泳中の事故防止について説明していきます。佐渡ライフセービングクラブです。よろしくお願いします。昨年佐渡市での遊泳中の事故は発生しておりませんが、全国の事故者数は250名で、このうちスノーケリング中の事故は51名となっております。事故内容の多くは溺水や岸に戻ることができなくなった帰還不能が約9割を占めている状況です。事故の発生傾向としては、海水浴場以外の海域での発生が多い、10代の事故が多い、40代以上の単独行動での事故が多い、単独行動の死亡率が高い、午後1時台の事故が多いことが挙げられます。そこで皆様へお願いです。遊びに行く際の装備や持っていくものとして、1溺れないためのライフジャケット、2沖に流された時の連絡手段として防水ケース入りの携帯電話、3クラゲなどの海洋生物対策としてラッシュガード、4熱中症対策として水分防止、5日焼け対策として日焼け止め、目の防護としてサングラス、以上のものを持っていくようにしましょう。次に注意事項として、1ライフセーバーや監視員がいて、遊泳区画を示す旗、 V ロープが設置してあるような管理された海水浴場を選びましょう。2お子さんから目を離さず、危険があった時にすぐに助けられる場所にいてください。3お酒を飲んだら泳がないでください。4起床回床を確認しましょう。お子さんと安全に遊ぶためにも意識するようお願いします。次に良い子のみんなとのお約束です。1子供だけで海で遊ばずに、必ず大人と一緒に行って遊んでね。2足の届かないところや危険な場所では遊ばないでね。3疲れた時にはちゃんと休憩するようにしてね。しっかり守るようお願いします。次にライフジャケットの正しい着用方法、流された時に長く浮くコツ、海に入らず溺れている人を救助する方法などについて、ライフセービングクラブの皆さんに実演していただきます。それでは正しいライフジャケットの着用を説明していきます。皆様、ライフジャケットを着てください。はい、着ましたらまずはチャックを一番上までしっかり留めてください。はい、今度は上のバックルを留めてもらいます。しっかりとカチャッと音がするまで止めましょう。止め終わったら、両方引っ張ってしっかりと絞っていきます。はい、次は一番下にあるバックルを止めます。はい、ここもしっかり絞っていきます。万歳した時に、ライフジャケットが脱げないようにしっかりと下の絞っていきましょう。大丈夫ですか？はい、しっかりと両手でライフジャケットを抱えると、浮いて待ての姿勢になります。助けが来るまでしっかりと両手でライフジャケットを抱えましょう。チャックがしっかり閉まっていないとライフジャケットが脱げていきます。またバックルが緩いと万歳した時に
ライフジャケットが脱げていきます。呼吸を確保するためにしっかりと安定した姿勢をとります。溺れている人を陸から救助する方法を実演します。大丈夫ですか？今からペットボトルを投げます。受け取ったら首の下に持ってください。大丈夫ですよ、今助けを呼んでますからね。大丈夫ですか？今からクーラーボックス投げます。気をつけてくださいね。クーラーボックスに捕まってください。そのまま掴んでいてくださいね。すいません、誰か来てください。はい、どうしたんですか？溺れてる方がいるので118番通報お願いします。わかりました。もしもし、海上保安庁ですか？ライフセービングクラブの皆さん、実演ありがとうございました。佐渡ライフセービングクラブ会長の本間です。これからオープンウォータートライアスロン海のシーズンなんですが、もし海で泳ぐのに自信のない方、初心者の方は、こういう道具がありますので、ぜひご検討願えればと思います。これを腰につけて、これ自体かなり浮力もありますし、まあ、万が一、事故があった時にセルフレスキューということで自分の身を守りますので、値段は安いもので1000円から5000円ぐらいまでの範囲ですので、ぜひ初心者は購入ご検討願いたいと思います。お願いします。最後に、海上保安庁では海で安全に遊ぶための情報や事故防止に関する知識を総合安全情報サイト、ウォーターセーフティーガイドにて発信しています。QR コードを読み込むだけで見ることができますので、ぜひ確認してみてください。今回は佐渡ライフセービングクラブの皆さんにご協力いただきました。今年の夏も事故なく安全に楽しく海で遊びましょう。もし海での事件、事故を見ましたら118番に通報してください。ご視聴ありがとうございました。海の事故ゼロキャンペーンは7月16日から31日までの16日間、官民の関係者が一体となって展開する海難防止の全国運動です。令和6年度は小型船舶などの海難防止、見張りの徹底及び船舶間コミュニケーションの促進、ライフジャケットの常時着用など事故救命策の確保及び服装海域などの安全性の確保を重点事項として運動を実施します。